キングダムセンターとは、サウジアラビアの首都リアドで最も高い超高層ビルで、ある。その高さは302メートル。キングダムセンターのオーナーは、サウジアラビア王室サウード家のアルワリード王子の、キングダムホールディングカンパニーである。全プロジェクトの総事業費は、約17億サウジアラビアリアルで、サウジアラビアベクテルによって施行された。キングダムセンターは2002年度のエンポリス。 スカイスクレーパーアワードを受賞し、ベストニュースカイスクレーパーオブザイヤー4デザインファンクショナリティに選ばれた。また、建物の東翼を占める3階建てのショッピングセンターはメジャーデザインアワードを受賞した。ショッピングセンターの側には、フォーシーズンズホテルとステートオブザアートアパートメンツが入っている。また、リアドを一望できるスカイブリッジに登ることが可能である。 ショッピングモールには約160もの一流店舗が入店しており、ナイレディスフロアにはサウジアラビアでの公共の場所で着用することになっているアバヤを着用していない女性しか入れない。これは規定により、このフロアにいる女性は顔を追ってはならないことになっているためである。建築家はスコットベリーで、プロジェクトリーダーはエラービー・ベケット。2015年11月。 パリ同時多発テロ事件への抗議と哀悼として、トリコロールの3色にライトアップした。ありがとうございます。